はい、どうも皆さんこんばんは。本日はですね、新日本プレスにね、関するお話をしていこうと思うんですけど、本日ね、お話しする内容というのは、今現在ね、最もプロレスファンたちが、騒いでいる、新日本プレスのジャストファイブガイズの新メンバー X、 一体誰なんだ問題ですね。はい、もう今やね、プロレス界の話題といえばこの話題一色と言ってもいいぐらい、もういろんな方がね、 X は誰なんだ、あの人なんじゃないか、あの人なんじゃないか、あの人なんじゃないかっていう風なね、たくさんのこう妄想とかね、考察とか考えを、つぶやいたりね、話したりしているわけではあるんですけど、今回はですね、そんな X 候補ですよね。世界中、特にやっぱ日本が多いんですけど、日本のファンだけにとどまらず、世界中のファンも含めて、今ね、こう世界中の新日本ファンが予想している X っていうのをちょっと一挙にね、ご紹介していこうと思います。で、絶対ありえないような選手っていうのはちょっと個人的に、除外して、今回はですね、全部で9人の方が、X 候補としてちょっと上がったんで、今回ね、そんな一体 X は誰なのかという問題に、こう終止符をね、打つためにも、今回はその9人というのをまとめて全員ね、ご紹介していこうと思います。早速じゃあもう紹介していこうと思うんですけど、まずはですね、こちら、石森泰治選手。はい、石森選手、正直僕の中ではもう X 最有力候補の一人ではあるんですけど、石森選手というのはね、5.21 のベストオブザスーパージュニアでの高橋ひろむ選手の一戦で、ちょっと首を負傷してしまうと、その後、ずっと現在まで、欠場状態が続いていて、今も復帰時期は未定なんですよね。ただその自身の SNS 上とかでは、すでにこうトレーニングをね、開始している様子とかを公開してますし、なんかこう格闘技の大会見に行ったりとかしているところを、その見せていると。でさらに言うと、石森選手に関しては、そのご自身のインスタのストーリーっていう機能で、そのプロレス漫画でもある筋肉マンの、とあるね、5人の超人たちが集結している、絵に関してちょっと様子反応をね、示していたりなんてしたりもしているんで、これはつまりジャストファイブガイズの、新メンバー石森泰治なんじゃないかと。この 10.9 両国で、復帰と同時に、新しいジャストファイブガイズに、加入するんじゃないかっていう、予想が非常に多いと。で、特にやっぱ石森選手に関しては、現在なかなかこうバレットクラブというのがもう非常にこう形を変えているんで、正直石森選手の居場所というのがあまりバレットクラブには、なくなってきているということからも考えても、ジャストファイブガイズに移動するのは悪くないと。しかも最近その自分の天敵だった、金丸選手がね、ハウスオブトーチャーに移籍しているというのも、追い風になっているんで、石森泰治 X 説はかなり最有力候補であると。お次の2人目、こちらがですね、上村優也選手ですね。上村優也選手は、もともとこの海外に武者修行行っていたんですけど、そのね、海外武者修行先でもあるインパクトレスリングを 9.2 になんと突然ね、クビになります。そして現在、ご自身の X、ツイッターを通して、世界中の団体から、オファーをね、オファーとかブッキングですね、ブッキングとかオファーを、受け付けている状態であるということから、これ上村優也選手がじゃあ10.9 のね、両国でついにこれ凱旋帰国とともに、X としてやってくるんじゃないかという説が、これ上村優也 X 説ですね。はい、これも結構ね、たくさんの声が上がっていて、最有力候補2人目と言ってもいいと思うんですけど、上村選手に関してはやはりインパクトレスリングをクビになったタイミングが、かなりやっぱりその何ですかね、この X10.9 両国と近いんで、これは上村優也来るんじゃないかという説が非常に根強くあると。そして3人目、こちらがですね、中島勝彦選手ですね。はい、中島選手はもともとね、プロレスリングノアの主力選手だったんですけど、突然、本当に突然、9月末をもって、ノアを退団することが、発表されたと。そして先日本当に退団しまして、現在は完全フリーランスとして、次の行き先を、探しているところであると。で、中島選手に関してはまだこの対談したんですけど、10.20 と
あと 10.28 のノアのラストマッチに出ることが決定してるんで、まあ、まだなんですかね、まあ、ノアの選手ではないけど、まあ、フリーランスとして、ノアに参戦するということからも 10.9 両国は来ないんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、まあ、やはりこう願望込みで中島選手が新日本に来てほしいっていう願望はやっぱ結構多いんで、まあ、10.9 両国で中島選手は来てくれるんじゃないかっていう予想もまあ非常に多いですね。お次が4人目、こちらがですね、楊選手ですね。はい、楊選手は、9.30 後楽園ホール大会で欠場していたんですけど、まあ、その翔選手のね、因縁などもあるので非常にこうね、楊選手説は根強くっていうか、僕もね、ちょっと前の動画です最有力候補って動画出したんですけど、ただ楊選手に関してはその 10.9 の、当日ね、これ第0試合で試合が組まれている、まあ、組まれてしまっているんで、まあまあ、ちょっとね、あの僕の予想は盛大にね、外れた可能性がまあ非常に高い、まあ、正直だいぶね、X 候補から外れたんですけど、ただまあ楊選手 X 説もまだ一応残っていると。お次はね、後藤博樹選手、はい、こちらもね、楊選手と同じく欠場中で、こちらはまだ復帰時期が未定であるということからも、まあ、タイミング的にね、後藤選手が、まあ、ジャストファイブガイズの X なんじゃないかっていう話もあったりしたりするんですよ。でさらに言うと後藤選手に関しては、まあ、結構タイツ選手とねちょっとまあ絡んでいたりもして、まあ、必ず戻りますと、探さないでくださいってことを後藤選手が、まあ、つぶやいたら、まあ、タイツ選手がねそれに引用する形で、まあ、吉橋のこと絶対裏切んなよと、絶対にだぞっていう、まあ、どっかで見たことあるような振りなんですけど、これ、まあ、そういう言葉を発言ね、していたりもするんで、まあ、個人的には僕後藤選手はないとは思ってるんですけど、まあ、やっぱこの時期が時期なんで、まあ、X 候補としてはまあ上がっていると。お次の方がですね、こちらが飯塚隆選手ですね。はい、飯塚選手は、元鈴木軍のメンバーだった人ですね。2019年の、2.21 の後楽園ホール大会を最後にね、飯塚選手、まあ引退して、まあ、その後ね、消息不明になっていたわけではあるんですけど、まあ、その2022年の、12.23 こちらも後楽園ホール大会の、鈴木軍解散試合、まあ、これね、僕もまあ生で見に行ったんですけど、この試合に突然こうサプライズとして登場していたりもするんで、まあ、未だにねこの太一選手とは関係が残っているということから、まあ、まさかの飯塚選手がね引退撤回して、まあ、X としてやってくるんじゃないかという説も、まあ、あったりするんですけど、まあ、正直可能性としては結構僕は低いなとは思ってます。はい、でお次こちらがですね、日野裕二選手ですね。はい、こちらの方はですね、元ゼロワンの選手だったんですけど、2020年の11.30 そちらのゼロワンを、対談しています。そしてその後は、DDT プロレスリングにね、レギュラー参戦をこうずっとしていたんですけど、まあ、こう2023年の 9.24 を最後に、レギュラー参戦中だった DDT からの、まあ、その参戦終了を、発表されたということからも、現在日野裕二選手というのも、まあ、次の行き先がまだ未定であるということから、これ日野裕二ね、ジャストファイブガイズ X 説なんじゃないかという説は、まあ、あったりしますね。まあ、僕は正直あの日野選手に関しては全然詳しくないんですけど、なんか高道の選手ともね、つながりがあったりするみたいなんで、まあ、確かに X 候補としては、予想外というかね、ありえそうではあると。そしてお次こちらがですね、イケメン二郎選手ですね。はい、イケメン二郎選手はですね、元 WWE の、まあ、日本人ね、レスラーだったんですけど、まあ、僕とね、同い年だったりするんですけど、そんなイケメン選手ですね、最近あった、WWE の、まあ、人員削減による大量解雇により、これ100人以上ね、WWE っていうのが、まあ、従業員を解雇すると、さらには、現役のプロレスラーたちっていうのも何人も解雇されてるんですけど、まあ、その大量解雇にあって、まあ、9.23 で、WWE を退団されているということから、まあ、イケメン二郎選手現在まあフリーであると、まあ、立場的にはね、健太選手とか櫛田選手と結構近い、ものがありますね。さらに、まあ、イケメン選手に関しては、現在新日本プレス所属の、櫛田選手とね、ジャケットタイムっていうタッグチームをね、WWE で組んでいた時期もあるんで、まあ、一応新日本プレスともつながりがあるということから、これイケメン二郎選手がね、ジャストファイブガイズの新メンバーとして、10.9X 来るんじゃないかという説もまあったりするんですけど、ただ基本的にあの WWE っていう団体はその対談した後って、まあ、その90日間の、 あのプロテクトタイムっていう
ふうに他団体と、契約できませんよっていうなんかそういう決まりがあったりするんで、まあ、そのイケメン選手にそれが適用されているかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、もしそのタイムがあるんであれば、まあ、ちょっと 10.9 には間に合わないということから、僕は個人的には可能性はちょっと低いとは思ってるんですけど、まあ、イケメン児童選手 XS というのも、まあ、結構根強く残っていると。そして最後こちらがですね、シェルトン X ベンジャミン選手ですね。はい、こちらはですね結構海外ファンの方が、予想されている方がいらっしゃったんですけど、まあ、こちらもイケメン二郎選手と同じく元 WWE 所属だったんですけど、まあ、同じくね、人員削減によって、WWE を退団していると。まあ、このシェルトン選手に関しては名前に X があるから、まあ、X なんじゃないかっていうことではなくてですね、この方は元鈴木軍のメンバーで、まあ、ランス・アーチャー選手とか、あとまあデイビーボーイスミスジュニア選手とかと一緒に、まあ、鈴木軍の、まあ、化け物外国人としてね大いに暴れ回っていたんで、まあ、ベンジャミンがね、またこう新日本プロレスに戻ってきて、しかも馴染みがある、ね、太一がいる、太一とかね高道のくがいる、ジャストファイブガイズに戻るんじゃないかというふうな、まあ、結構願望も込みで、海外ファンが、まあ、X として、予想している声っていうのはちょこちょこ見ますね。はい、というふうにね、今回はまあ世界中のファンが考えている、10.9 両国で現れるジャストファイブガイズの新メンバー X は一体誰なんだ、今回9人のね、候補を挙げてみました。改めてねちょっとまあご紹介しますと、石森泰治選手、上村優也選手、中島克彦選手、陽選手、後藤博樹選手、飯塚隆選手、日野裕二選手、イケメン二郎選手、そしてシェルトン X、ベンジャミン選手ということで、まあ、結構そうそうたるね、メンバーが並んでいるんですけど、まあこの中に X はさすがにいるんじゃないかというふうに、まあ、ちょっと個人的には思ってるんですけど、で今回ちなみにですね、一応僕はあのこれ左上から順にあの可能性が高い順でまあ並べてみたんですよ。まあ、ちょっと陽選手に関しては正直もうちょっと下かなっていうふうにも思ってるんですけど、まあ、あの最有力候補って僕は言ってしまったんで、まあ、一応この位置にはつけてるんですけど、まあ、一応石森選手が一番可能性としては高いんじゃないかと。で、まあ、シェルトン X ベンジャミン選手が、まあ、一番可能性としては低いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあどうですかね、この中に果たして本当にね、X はいるのかと、まあ、それともね皆さんがもしかしたらここに乗っていない9人以外の候補も、いるかもしれないんで、まあ、もしかしたらその選手がね、10.9 両国 X としてやってくるかもしれないというふうに、これは本当にもう 10.9 両国は第一試合から見逃せないので、もうこれはぜひね皆様一緒にね、10.9 両国を見ましょう。で僕ねその当日ちょっと仕事があるんですけど、もしかしたらあの当日生配信するかもしれないんで、その時はねまたツイッターじゃなくて X じゃないですよ、 X なんだけど X じゃないですよ、でも X あるいは X または X と X 並びに、YouTube の方でね告知しますんで、その時はぜひ一緒にね同時視聴生配信盛り上がっていきましょう。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。